ああこれは、あ、じゃあもう始まってます。あ、はい、で、あ、はい、どう、で、私もこれからちょっとライトのゲファンも走らせていただきます。まあ、見ての通り、まあ、パチンコではないです。アクションゲームです。で、ちょっとまあ、こうまあ解説今のようにちょっとスローモードになってしまいますが、まあちょっとすいませんけど、十数分ぐらいちょっと我慢していただいていただければと思います。で、まずこのゲームをちょっとまた一旦ちょっと説明ためにワンクレディットをちょっとやりま、ちょっと入れますんで、ちょっと、まずこれまだ説明なんでまだ始めません。で、あーやべ、なんだ。で、まずなんですけど、このゲンさんの動きとして、まあ、まあ基本近接攻撃しかのはできません。で、こう地面揺らすことによって、まあ、敵倒したりできますけど、で、これ普通のこう、エフェクト出ないときは、まあ、倒せないので、こういうことになります。で、基本的にまあ、アイテム取らないと、まあ一撃で死にます。まあ、このように、まあ、と、戻り復活なので、なるべく死なないように済むのが、まあ、踏むようにするのがまあ一番です。で、ここで言うので。じゃあ、あ、そうそう、じゃあ始めさせていただいても、こう、あ、はい。あ、じゃあ、たぶん3秒数えたら、まあ、始めます。3、2、あ、すいません、まだ、ああ、すいません。クレイズでないですね。やったで言うと3秒数えたら、まあ、始めます。3、2、1、ご安全に、はい、というわけで、まあ、今始めました。まあ、基本的に、まあ、最後2のと同じようにジャンプしながら進むと、まあ、素早く動くことができます。で、ここマンホール塞いでおきます。まあ、ここからキャンピオンスに倒します。で、ここ空席を目安にジャンプして横振りして箱をうまい感じに出します。で、ここ電柱掴むとなんかブーストしますんで、あ、すいません、あー、ちょっとダメですね、まあ、で、まあここら辺、まあ、まあ、で、こう最後のやつだけ倒して、で、ここマンホールになります。はい、で、ここで1ボスです。うん、まずこれ8回、まあ、地面鳴らした後に、あ、本当はこの土のうで、まあ倒すのがまあ早いんですけど、まあできませんでした。で、2面です。まず開幕、これ右入れてジャンプで、ジャンプして、で、この鉄球乗ります。はい、乗ります。で、ここ右行って、これ下降りると死ぬんで、まあここ左向かってジャンプします。ちなみに基盤特有です。で、ここら辺はまあトゲ鉄球、まあ見計らってジャンプして、まあ進みます。で、ここジャンプ、ジャンプで、まずここをまあ適当に、で、こうジャンプして敵を動かします。で、ここの場所はまあ基本的にこの動きやってれば、まあ1周目も2周目も同じなんで、これを覚えましょう。で、ここを地面鳴らします。で、倒します。で、ここ2発入るとまあ早めです。はい、これで終わりです。まあ残りタイム23秒7なんで、結構早めだと思いますね。港で闇取引が行われますので、それを潰しに行きましょう。で、まずこの辺のほんのちょっと歩いてからジャンプするとあそこに乗れます。で、ここ1回バシャンと音を聞こえたらジャンプで、ここのマンホールを叩きましょう。あれ叩くのは制定通るイベントではまあやられました。で、ここはちょっと待ってからジャンプして越えます。で、ここ降りて、で、ここまあこいつ無視して進めるんですけど、最悪フリーズするんで、今回はまあ倒します。まあ、安定第一って、まあ、まあ、このヘルメット書いてあるんで。で、ここの動きをしましょう。はい、これできないと世界取れないです。で、ちなみに世界一はまあ、6分台ですんで。で、ここの下のところに、こいつ来たらジャンプで。で、ここは振り向きざまに、すれ違いざまに縦できます。で、ボンネット乗って、あとは縦振りで刺します。基本的に縦振りの方が威力は高めです。まあ、だいたい2倍なんですけど、まあ、一部の敵はちょっと効かない。まあ、ものありますけど、まあ、2倍出すのは難しいのはありますけど。で、まずここは1回降りるの待ちます。で、ジャンプ、ジャンプで降りて、で、右側してきたらここを越えて箱を回収します。
ちょっと温んで飛ばしました。でここら辺ジャンプしてなるべく距離を調整します。でここリスのところを目安にこのようにカバーしましょう。あれ1個このセメントブロックを、まあ、1個まあちゃんと弾けるとさっきあの登るところで距離落ちは短く済みます。でここ上乗りましょう。でこの開放者を倒してでヘルメットです。これで安定しますね。安定ですね。でここら辺で煽っときましょう。で 1,2,3 ぐらいやったら上登って 1,2,3,4 発でジャンプ。あーちょっと失敗しました。でここ避けて、あーなんかすごい変なことにする。ちょっといろいろ失敗してますね。でここはまず攻撃してでこっち側に、はい、疑惑の判定ですね。まあ当たってないです。多分ゲンさんが被弾しないから当たってないと思います。でこの、まあ、次は5名ですね。地下基地ですね。でまず開幕ジャンプして縦振りします。あれ早すぎるとまあやられますんで、でここら辺一気にジャンプして、はい、まあ、最大の見どころだと思いますん で、ここのところをこのように避けるんです。これ安定するまでだいぶ死んでますんで、事前の練習でもちょっとまあ何回か死んでます。でここの2周目のところのあの虫がなかなかに赤いですね。でジャンプで避けてで2か、まあ、安定なんでもこれはもう落ちます。あいける。あれは上の炎を見てちゃんとジャンプしましょう。でここちゃんと真ん中に移動してから左に、あれ真ん中に移動しないとこの虫が出てこない状態になりまして、でああちょっとダメだ。でボスが出なくなったりしますんで、ちょっとここはまあとあダメだ。んちょっとこれまずいですね。まあワンクエットは相当まずいですね。ただここでやられたと。でまあこの復活の時はここの酒取ります。あここのボスはちょっと縦振りの2倍をちょっとあんまり狙えないんで、まあ酒の方が多分早いと思いますんで、まあこっちの方が安定します。でここモグラ叩きです。この出てくる場所はまあ固定なんで覚えましょう。で左で右から出てきて、で中央左で右下で終わりです。2周目だとまだこのまま左から出てきたりするんで、でモグラですね。まあこう、はい、まだここ詰められてないんで大丈夫です。なるべくまあ近づけて画面半分よりまあこっち側来ていればまあ歩いてまあ叩きに行って、でもうちょい左にいたらまあジャンプして叩きに行って、でまあ最終面ですね。はい、とうとうビルに勝ち込みに行きます。でまずここは左にあと塞いでから縦振りでこう倒して、はい乗りましょう。はいはい、まあ、世界一通りにはこういうことしなきゃ多分ダメだろうなと思ってまあ考えました。でここ縦振りで倒せないので、まあはい、ああこれちょっと別のイベントでやられたんです。でここまあ安全に行きます。もうでここもちょっと安定できるんで、まずここでストップで、ちょっと目の前の敵球が上がったら済みます。本当は記憶狙うのはここ、まあ、ここの敵球も、まあ、無視進むんですけど、まあ、安定で技術でいくんで待ちました。はい、で最後ですね。はい、愛はあるんか。はい、というわけで、まあ、ラスボスの黒木組の社長です。溜めましょう。終わりです。でこれタイマーストップです。あ、はい、金に操られて俺の人生一体何だったんだ。諦めるんじゃねえよおっさん、改心しなよ、今からでも遅くはねえよ、ね、よしわしも一からやり直すぞ。この息だよ、人生気持ちの持ちようで変わっていくもんだで、いいこと言いますね。なお、まあ、次のスーファミリの、まあ、作品、まあ、あるんですけどね、まあ、そっちだとちょっと、まあ、自分の目で確かめてください。で一応今回まあ 2% なんで、まあ1周で終わりですね。一応このゲーム全2周なんですけど、まあ、ちなみにここゲンさんの家オープニングだと1階だったんですけど、2階建てに実はなってます。
で、ここ多分下の地区、田村玄三結完成記念ってところ、多分配信側だと見切れてるんだと思います、ね。で、あとここも下にアイデムロゴと、まあ、1990年アイデムコープってありますけど、多分そこも見切れてるとは思います。2周目をどうぞって言われますが、まあ、やりません。というわけで、まあ、まあ、早速残機減らしましょう。まあ、やらないで、とりあえず。まず、残機消えます。よし。はい。まあ、名前入りですね、まあ。なんで伸ばし棒がないのかよくわかりません。あれば R とかやんなくて済んだんですけど。まあ、江戸っ子っぽくて、まあ、いいですね。はい。はい。というわけで、まあ、ナイクのゲンさんは以上となります。ありがとうございました。